もうちょっと今セメント作ってる最中でしょうかね、パラ迷子団体で。だあ、でもあずちゃんがあそこで見守っててくれてるから大丈夫かな。いやー、舐めてました。セメントの作業の時間のかかり具合を。これめちゃくちゃかかる。やっぱセメントって作るの大変なんだ。みんな大丈夫かな。あずちゃん、あずちゃん、あずちゃん見逃してないね、大丈夫。うわうわうわ、ボコボコだ。あ、やべえ、モクロ、モクロ。あれ、モクロがいない。一緒に作業してたはずのモクロが、あれ、ちょっと待ってこれ、ここで一緒に作業してたはずのモクロが向こうで爆発してたからな。ああ、すごいことになってる、もう。パル愛護団体なんだから、もうやめてよ。捕まってる。捕まっちゃってる、これ。人にも有効なんだ、この罠って。もう。これどうしようかな、もうこれ見せしめでずっとこうしとくね。すごい体勢になってるね、これ。どこに引っかかってんの、それ。ただセメントができたことによって、この作業ライン工場ができると。うわ、でかマジか、こんなでかいのか、作業ライン工場って。どうしようかな。じゃあちょっとここら辺の空いてるスペースをもう完全工場。びっくりした。エテパちゃん、撫でたいな。やっぱ近寄ってきてくれたら撫でちゃう。あー、よしよしよし、かわいいですね、エテパちゃん。でかいな。ここら辺をちょっと一体工場にしようかな。他にも作れるのが、このスフィアライン工場とかも作れますし、これもでかいね。これもでかいですね。マジか。なるほどね。拠点数が2個作れるようになったりとかしてるから、まあ、ジャンル分け、ここは工場です。ここはなんか他の作業場所です。みたいなのを割り振れるようにしてくれてるのかな。いやー、まあでも、一箇所に俺固めたいんだよな。どうしようかな。よし、どうだろう。ちょっと地面が浮き出ちゃったな、これ。まあ、これはこれで味か。なんか金属のところになんか地面が浮き出てる味ですかね。お、どうでしょう。なかなかいい感じの作業場ができたんじゃないですか。だいぶ広く取ったな。これなら作れるんじゃないだろうか。ここ。どうだ？いい感じの、いい感じの隅に置けたんじゃねえか？どうだろう？これが、これは今何を作ったんだっけ？作業ライン工場か。そしてスフィア生産工場はこの反対側、こっちに作る。これも角っこを合わせて、ごめん、ちょっと見にくいな。ちょっと見にくい。ここでいいか？もうちょっと上だな。ここが綺麗か？ここだな。もうちょっと手前か。あー、浮いた。ちょっと待って、今作業中だから。なんか俺の下をすごい、なんか、あ、ちょっとペン玉そこどいてね。作れないから、もうちょっと手前、ここいいんじゃないか。どうだ。おーおーおお、いい感じでできてるかも。これが作業なんちゃらなんちゃらで、これがスフィアなんちゃらなんちゃら。できてるできてる。いいよいいよ。この真ん中を囲う形で、綺麗。めちゃくちゃ綺麗にできてるかも。いやー、やばいやばいやばい。早く作りたい、早く作りたい。たまんねえな。でもこれに手作業のパルがいるから、どうしようかな。もっとパルを出したいな、作業に。これは発電機とかいらないんですもんね。まあ、でも発電機もここら辺にちょっと機械類は固めたいんですけど、クルリス危ないよ。そこいると浮くよ。ね、気をつけて。できた瞬間浮くんだから。できました。おー、これはどうやって使うんだろう。
スフィア製作台、あったレシピ選択できた。テラスフィア金属インゴット3いるのか。でセメントもいると、まあ、とりあえずどうしようかな。うわ30個も作れないんだ。20個ぐらい作っておきましょうか。要求適正手作業、うわ電力不足、やっぱ電気がいるんだ。はいはい、こっちはこっちも、要求適正手作業のレシピがいっぱい作れる。あ長耳カチューシャが作れる。めっちゃ作りたい。ギガシールドに骨もあるのでメガグライダーも作れると。あちょっといいぞいいぞ。ランタン、あインゴットが足りねえのか。なるほどね。うわ楽しくなってきました。ただこれも多分ちょっと見え長耳カチューシャを作って、これ金属インゴットいるんだ。ただ、電力不足ですね。やっぱ電力が必要になってくると。そこで登場するのがどこだっけ。発電機あった。発電機インゴットが足りない。ただインゴットはめちゃくちゃ作ってくれ。あ今キツネビちゃんが精錬中だ。あれどれぐらいできてるだろう。お760個ある。重すぎる。所持重量4000。なんとかボックスまで。あの精錬場の近くにボックス置いとくといいな。拠点の中のねボックスだとね、どこに入れておいても使えるんですよね、建築中とかは。あちょっと待って、ちょっと待って、あずちゃんそこで何してるね。木に登ってるあずちゃんが。やっぱでかいパルだと身動き大変なのかな。なんかあそこから動く気ないから。あ、ちょっと待ってね。あともうちょっとで、ね。あともうちょっとで、ね、到達します。あ、よかったよかった。ミルカルビちゃんもちゃんとこの上に乗れてますね。つまり、ここの上り下りはできると、パルモ。という方、金属インゴット、これで700個ある。よし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 。これで発電機が作れるんじゃねえか？発電機どこに作ろうか。この中になんか置くのもおしゃれですよね。でも置けないか。発電機作れねえか、こわ。この真ん中に置きたかったなぁ、これ。見た目すごいかっこいいのに。この上にも当然置けないですよね。ちょっと離さないと置けないのか。逆にこの上とかに置く？それも綺麗だなぁ、どうしよう。これ発電機って、これ近くに置かないといけないのかな？でも電気のパルが発電機に近づけないと電力がおそらく供給されないから、この上とかに作っちゃうとパルがなかなか来てくれなくなるんですよね。だから発電機は近い方がいいのか。あーせっかくいい感じのできたんだけどな。ここ発電機起きて。まあでもな、パルが来てくれるとこじゃないとな、発電がおそらくしてくれませんからね。うわ起きてここに。これ発電機はどうだろう、1個でいいのかな。なんかね電力不足、機械が2つありますから、1個じゃ電力が足りなくなったりとかもするんじゃねえか。よし発電、蓄電容量要求適正発電だから、まあやっぱ電気のパルが必要になるってことですよね。ただもう建築はしたので拠点をアップグレードすることができると。じゃあマックス、ただパルが1体出せるようになったな。復活してるモコロ。おいで、あモコロモコロおいで。ただ電気のパルがついに初めて来るわけですよ。ボルトラちゃんレベル1、手作業もできる。あパチグリちゃんも可愛いですね。電気のみ、電気に集中させた方がいいのかな、それともいろんな作業ができるボルトラちゃんを出すのか、迷いどころではあるけれども、まあじゃあボルトラちゃんにしようかな。いい特性の、あ社畜の社畜のボルトラちゃんがいますね。無の境地もいるな。どっちのボルトラちゃんがいいだろう。社畜、作業速度 30% 攻撃力がそんかりマイナス 30% と。じゃあ社畜社畜のボルトラちゃんを出しましょう。
やっぱあずちゃん下げちゃった。よしよし。ああ、ちょっと待ってね。ここにぶち込んでと。あ、おうおうおお、発電してくれてる、発電してくれてる。いいですね。これで蓄電量が 1%、マイナス 1%。ああ、もう作業ができてる。手作業でやってくれてる。わ、すげえ。なるほど、なるほど。今、消費電力が、の方が大きいんだ。今は。だから 0% になったり 1% になったりしてるんだ。おー、作業してくれてる。こっちはペンタマちゃんがやってくれてるのかな。かわいい。すごい。作業してくれてる。うわー。あずちゃん。あずちゃん、でかいな。作業してくれておりますね。で、ダリダーズちゃんもこっちで作ってくれてると。ちょっと、あずちゃん、ちょっとね。今見てる途中でしょうが、あずちゃん。あずちゃんも興味津々なのかな。うわ、作ってくれてる。いいですね。おー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 、作業ができ始めてる。これはすごい。ウサ耳カチューシャ、防御力20か。姫ウサの耳のように可愛いカチューシャ。頭を守るには心もとない。ただ草属性のダメージが軽減だけど、まあ金属ヘルムの方がまあ防御力は高いですよね。ただまあ問題は可愛いかどうかだ。あ、可愛い。はい、こっち。はい、可愛い。ウサ耳、ウサ耳と。はい、こっちでーす。どうね、みんな。私、かわいいね。かわいすぎて直視できないのかな、ダリザードちゃん。その指の隙間から見てるんじゃないのねえ、私のこと。ダリザードちゃん。ちょっと、あ、でも、ここが通り道になっちゃうのか。あ、じゃあ、発電機の位置、ちょっと微妙だったな。ここを手作業として通るから、ここはちょっと開けてあげた方が良かったかもしれないな。そこら辺の微調整はまたちょっと後でしましょうか。ねえねえみんな。ねえ、私かわいい？いいね。うさ耳だよねみんな、ほら。見て。私かわいい？いいね。あれ、みんな。ねえ、私を見て。仕事より私を見てよね。どっちが大事なの、仕事と私。みんな、仕事の方が大事だっていうのか、みんな。ありがたいけど。もうちょっと私を見て、クルリスが隙間から見てくれてる。おいおいおい、なんだよこの光景は。よー、おい、かわいすぎるだろ。おい、うわ、みんなで作業してる、ベルトコンベア。かわいすぎるってこの光景。あ、やばい、ペンタマちゃんとデカモコロンが並んで、ツッパニャンもデルトラちゃんも発電機でこれ発電してくれてますね。うわー、あ、作業してくれてる、かわいい。俺の作業がはかどらないね。ずっと見てたい。ずっと見てたいのよ。あ、やばいやばいやばい。でかこの上質な温泉でかいんですよね。向こうにもう一個作ったんですけど、よいしょ、ここだ。よし。みんな手伝ってくれ。この温泉作るのすげえ時間かかるんだ、これ。でけえから。向こうにね、もう一つ作ったんですけど。めちゃくちゃでかいのよ、あれ。よっしゃー、完成。みんなありがとう。これで温泉が2つになりました。うわー、上質なパルの温泉、いいですね。これは贅沢だわ。あ、かっこいい、これ。これなんだ、これ。いいですね。そして向こうにも作っております。こっちもやっぱでかいですね、これ。邪魔だな。こっからいつも出入りしてたんですけどね。ま、逆に敵の侵入とかをこれで防げるかな。どうだろう。あれ、あずちゃんがもう長い間何も食べていない。あれ、あずちゃんどこだ。ん、あずちゃん。だいたいこういう時はこの上に乗ってるんですけどね。あれ、ボルトラちゃんがストレスで空腹が止まらない。過食症になったらね。
ボルタラちゃん大丈夫ね。産地が 16%、 やばやば。ちょっと待ってくれ。確かこのボルトラちゃん社畜だったよな。褐色症ってどうやったら治るんだろう。ちょっとあずちゃん、あずちゃんいた。そこで何してるの、あずちゃん。ちょっと待って、もうあずちゃんでかいんだから、もうストレスでやけ食いしてるボルトラちゃんが、ボルトラちゃんが働かなくていいってね。いや参ったな、これベルトコンベアフル稼働させてるから、あ、ボルトラちゃんへの負担がえげつないんだ。これ頑張ってるけどまだ 0% ですもんね。参ったな。ちょっと あずちゃん、ちょっとごめん、あずちゃん。あずちゃんごめん、ご飯食べ終わったらちょっと一回ボックスに戻ってもらうかも。かわいいな、口開けて寝てるな、ボルトラちゃん。本当はお薬の時間なんだけどな、ボルトラちゃん。寝てるからね、お薬渡せないんですよ。ちょっと待ってくれ。じゃあ先にあずちゃんもお腹いっぱいになったから、水やりしてるとこごめん、あずちゃん。ちょっと電気パルちゃん、確かもう一人の社畜いましたよね。社畜やばいかもな。うちの拠点は社畜が2名いらっしゃいます。ボルトラ2人とも社畜になっちゃった。どうだ、これで治るかな、ボルトラちゃん。よしよしよし、お薬飲んでね、元気になるんだぞ。どうな、あ、よっしゃ、いつも通り元気そうだ。オッケー、これでボルトラちゃんが2名になったので負担が減るんじゃないだろうか。温泉もね、上質な温泉になりましたから、これで負担が減ったかな。ごめんね、あずちゃん、この拠点はあずちゃんにとっては小さすぎたようだ。いっぱい引っかかっちゃうから。気持ちよさそうに入ってるね、ツッパニャー。上質な温泉気持ちいいかい、いい湯だろう。足崩していいんだぞ、ツッパニャー。まあでもいい笑顔だ、よかったよかった、作った甲斐があるぜ。じゃあ、卵を孵化させていきましょうか。いっぱいね、新しい卵も溜まってますから。じゃあ、いてつく卵から、あ、新しいパル来たりするかな。どうだろう、孵化完了、おこちょが生まれた。赤ちゃん、おこちょ、おこちょボスだよね。卵から生まれたりするんだ。お、またおこちょだ。いてつく卵はおこちょだな。ボスマークとかついてるんだろうか、これ。うわ、ラビーちゃん2体目です。いやー嬉しい、野生のラビーちゃんはまだ見たことないんですよね。ラビーちゃんだ。熱を帯びた卵、ラビーちゃんだな。うブルフェルノ、またこれも新しいのが来たぞ。そしてこちら新緑のデカ卵でございます。アロアリュウだ。うわー、アロアリュウだ。初期めちゃくちゃやられたやつだ。これをまだね、野生では倒しておりません。アロアリュウゲット、やったー。デカ卵が3つ、あ、なんだなんだ、なんでベリーの種がここに入ってんだ。じゃあデカ卵を真ん中にセットして、で、卵もどんどん孵化させていきましょうか。いっぱい残ってんだよな。石とかもなんかここに入ってんな。なんでだろう。よっしゃー、これで腰付けランタンも獲得。ランタンは？ん？あれ？どこ行った？ランタン。あ、大事なものかな？あ、大事なものだ。腰につけるランタン。これはここに入れたままでいいのか？あ、おこちょボスマークがついてない。ということは、という前にちょっと、ボスおこちょを裏で乱獲してたとかバレるな、これ。大量のボスおこちょが私のボックス内に眠ってますけど、これちょっと見てみましょうか。このおこちょ、もしかしたらね、ボスおこちょはでかいですからね、ちっちゃいおこちょが出てくるんじゃねえか。どうだろう。
あ、おこちょちっちゃい。ちっちゃくても可愛いな、おこちょ。赤ちゃんおこちょだ。可愛い。それが本来の大きさなんだね、おこちょ。ブルフェルノちゃんかっこいいですね。大昔は肉食のパルに襲われてばかりだった。不条理に泣くブルフェルノたちの怒りは灼熱の炎と化し、脈々と受け継がれていった。襲われる側だったんだ。結構強そうですけどね、見た目。そしてアロアリュウちゃん、一度怒ると手がつけられず劣化のごとく暴れ回る。アロア竜の尻尾を踏むという言葉は誰かを激怒させるという意味である。そうなんですよ。一番最初の頃ね、めちゃくちゃ追いかけ回されたんですよ、アロア竜ちゃんに。そういえばアロア竜ちゃんとももう戦えるんじゃねえか。もうレベルも上がってきてますからね。ただあんまし見かけることはないんですよね。あ、いたいたいた。そうですよ、ここで襲われたんですよ。ちょっと捕まえれるか試してみるか。うわ、かわいい。2匹のモコロンがこっち見てる。かわいいな。もう 100% だ、モコロンが。ちょうだいちょうだい、モコロン無限回収、ちょうだいちょうだい。アルアリューレベル17ですもんね。これ戦いを挑んでみますか。モコロンかわいい、モコロンかわいい、モコロン、うちにおいで、モコロン。向こうにもアロアチュリュウちゃんがいる。これ後ろから行ったら、こっち見てる。20% か、これ結構もういけるんじゃねえか。 20% もあれば。いやー、でもやっぱ厳しいか。いけんでか、モコロン。うちのモコロンはもうレベル32だぞ。おおお、あちあちあち、危ない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 。タムちゃん、モコロン、モコロン、どうした。うー、よっしゃー、レベルアップ。なるほど、これどうやらのろしが上がってるところは集落があるぞ。これ小さな集落からのろしが上がってますもんね。そして向こう側にもなんか小さくだけど村っぽいのが見える。と向こう側に行ってみましょうか。これ上上がって橋を渡れば到着できるんじゃねえか。もうランタンも作りましたからね。時間帯を気にせず冒険ができるということだ。あそこも気になんだよな、骨のところは。あそこ、ここも行ってみてんだよな。寄りてえとこいっぱいあるな、どうしよう。ああ。でも橋の方から行くか。さすがにもう近いもんな。あれはなんかまた集落があんじゃねえか。レイン密猟団に襲われてないといいですけどね。小さな集落の方はもうだいぶ錆びれてましたから。ああ、ボルトラちゃん、社畜じゃないといいな。元気にワンパクに暮らすんだぞ。うちの拠点のボルトラちゃんもう社畜になっちゃったから。あ、でもなんか防護柵みたいなのがある。誰かからの侵入を妨げようとしてるのかな。トゲがついてますね。これは野生のパルに備えてるのか、それとも人間に備えてるのか。なんか旗が、うわ、レイン密猟団じゃん。おい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 、ペンタも捕まえてやがる。なんだよなんだよ、人間の集落かと思ったのにお前らかよ。お前らはもう人間じゃねえ。人間じゃねえんだよ。やってることがよ。殴れ。後ろから殴れ。ナイス、モコロン。お疲れ。あ、ペンタマちゃん大丈夫、今助けてやるからな。よしよしよし、やったやったやった。あの小さな集落を荒らして、じゃあこの上のところまで来たんだこいつらが。なんだよ、うわ、なんだよ、お前ら。おい、いて、この野郎。おい、うわ。俺ともくるんの、ハサミ打ちだ、お前ら。やれやれ。ね。ほんと、グランモス、どこにでもいるな。そして、うちのモコロンがめちゃくちゃ好戦的なんですけど。何も指令してないのに、いろんなパルに喧嘩売ってる。もうグランボスにだけはダメだよ、喧嘩売っちゃ。
これもレベル34か。あ、ダメ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 、モコロちゃん、ね、うちのモコロちゃんがおっと見かけたらやばいやばいやば、クラボスに怒られた見かけたら喧嘩売るんだからね逃げろ逃げろあの卵だけ回収して、あ、こっち襲ってくる襲ってくる、やばいやばいやー、でもあのグランモスにもそろそろ到達できるんじゃねえか。ちょっといろいろ見て回りたいけど待っててな。狙ってる狙ってる狙ってるいいでちょっと待ってくれ、ここどこね行き先決めたかったのにどこに行こう、あそこか、それとこっち行くか。あ、やば、モコロちゃんが、モコロちゃんがやられてる。この野郎やりやがったな、こいつら。後ろから気づかれないうちに殴れうわぁ、モコロ手伝って、ありがとう歩いてかわしてるこいつ強っ、なんか捕まってる、誰だこれ、知らない、え、なに、君は誰だい、なに、大丈夫、わかんない助けるぞ、わかんないパルを助けるぞこの策が役に立ってる意味あったんだこういう策よし、全員倒したぞ、お待たせ、君は何だい、かわいいですね、今助けるからな、ちょっと待っててくれ、もうこのか敵倒したのにまだバトルモードになってるねルナティ、夜道でルナティの体毛を見つけたら拾わずに引き返した方が良い、それは明けない夜への片道切符なのだ。なんか怖いこと書いてるんですけどねえ、明けない夜への片道切符死んじゃうってことねえめちゃくちゃ怖いこと書いてるんですけどそして夜になりましたよ、これがランタンの力だ、うわすげえあそこはね、松明とかあったから明るいのは当たり前なんですけど、なんだ、なんかチカチカしてない、あ、火かすいません、かまどの火でしたやったー、ランタンがあるからめちゃくちゃ明るい夜なのに、これは冒険がはかどるぞ、なんか怖いなんか時折変な鳴き声が聞こえるんですけど、何この何この宝箱の配置の仕方ちょっと浮いてるんですけど、ありがとうございます。あそこにも行きたいか、俺は海を渡らないといけないところか、じゃあまあなんか怖そうだしあそこはいいかなんか夜なんか変な声が聞こえるんですけど、怖え、めちゃくちゃ簡素な橋だなこれ木の板置いただけじゃんこれ流されるぞこんな雨の日に。鴨之助ちゃんもいますね。こっからはまた入ったことのないところなんじゃねえか、何が待ってる、竹林の渓谷はあれ、ん、あれはファストトラベルがある、はいはいはい、ここですよね、渓谷の入り口、こっち側からも行けるし、剣豪の雰囲気、剣豪の雰囲気なんか、メリポップ、また可愛いやつがいるぞこれ、間違いで、急げ急げ急げ、行け、もう遠くからモクロー、やれー、あ、可愛い、逃げるぞ逃がすなごめんね、ちょっとダメージを与えていただきました、あ、でもこれは普通にダメージ与えなくてもいけそうではありますね。そしてファストトラベル解放、ありがとうございます。メリポップちゃんもおいでおいで。メリポップかわいいですね、全身が砂糖の1万8000倍の甘さ、甘ー1万8000倍なんだどうやって叩き出したのよその数値は匂いにつられてかぶりついた肉食パルはあまりの甘さに白目を向いてそっとするメリポップちゃんかわいいですね、あ、いたいたいた、捕まえろメリポップちゃんを捕まえるんだ。おお、そしてホークビン、ん、ホークビンかこれ、
え、カバネドリ、また知らない飛行パルだ。そしてなんだここは、剣豪の雰囲気、なんか知らないとこに来た。え、ちょっと痛い、結構強い、ちょっと、モコロンちゃん、モコロン、あれ、うちのモコロンは、あれ、あ、うちのモコロン引っ込めてた。いけ、モコロンちゃん、やべ、ダメージ結構食らってる。やべ、捕まえ、あ、倒しちゃう、危ない。よっしゃー、ガバネドリちゃんもゲット。そしてここはなんだ、ダンジョン。あ、なんだ今表示出た、剣豪の雰囲気、レベル23のダンジョンだ。こういうダンジョンもあるんだ。カバネドリちゃん、カバネドリ、あ、え、あ、ミニポップちゃん、牧場がレベル1になってる。これ落とすアイテム、綿あめに上質なパルオイル欲しいんですけど、これどっちかな。放牧したらどっちかが手に入るってことですよね。砂糖の1万8000倍の甘さの綿あめか。死んじゃう。いた。カバネドリさん、おお、かっこいいね。カバネドリの外骨格を使った笛は、エセンの山を越えた先にも届くという、大昔の戦では攻撃合図としても使用された。カバネドリちゃん、かっこいい。炎属性に闇属性。いいですね。そして、私のイベントリー。荷物の空きも結構余裕があるので、もうこれ、ダンジョン行ってみましょうか。剣豪の雰囲気。あ、でもしかも時間制限が出てない。ということは消滅しないダンジョンってことかな。これクリアとかしたらどうなる？え、いきなりボス、何？辻斬り！え、流浪の侍、辻斬り！おい、え、あ、近づいて、怖っ。